2014年4月28日月曜シャンソンコンサート終わりの青い部屋ニュースです。ネロです。戸川雅子です。本日も、こういったですね、素敵なメンツとともにですね、月曜シャンソンコンサートやりきることができました。皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。この青い部屋ニュースではですね、歌手の皆様一言ずつをいただくという、そういう風な趣旨になってますので、もう何でも構いませんので、一言ずつよろしくお願いします。では本日の大通りを務めていただきましたリオさんです。どうぞ。はい、また順番がもう悪いっていう。はい、お疲れ様でした。半年ぶりぐらいに、またこちらにね出演させていただきました。もう戸川さんともね約20年近く、ね、相変わらず美しいままの姿で、もうお互い様に、はい、そのまま感じで、次また11月にお会いするのを楽しみにしております。ありがとうございました。なんか2人あれですよね、親子つっても通じるぐらいなんか容器がなんか似てますよね。あんたに言われたくない。容器漂う2人ですよね。なんか容器よ。はい、はい、どうぞ。はい、では続きまして、戸川シャンソン教室からエントリーしていただきました榎本美代子さんです。どうぞ。はい、美代子さん、ありがとうございます。先生に出会って、お洋服で、はい、やっぱり数十年、60代からあの先生のシャンソン教室に通わせていただいて、なんか随分簡単な計算だね。60プラス10とかな、そうなんというんで計算は関係ない。最近少し分かってまいりました。10年かけて。これからが楽しいんだか苦しいんだか分かりませんけど、なかなかね、歌えるようになって。そうですか、先生の、教えをしっかり受けて頑張りたいと思っております。この人ね、あのあれ言ってんすよ。あ、そうです、ヨガ教室を、ヨガ、この、 あの体育大出まして、インドのボンベイ大学でも講演などさせていただいたり、お教室今たくさん来てます。私もそのうち、あ、そうです、先生もなさるんです。え、お家があんまり汚くならないうちそうですね、井ノ原先生と同じように、鍛えたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。では続きまして、花鳥かおるさんです。どうぞ。青い部屋に出させていただいて、歌わせていただいて、とても嬉しく思いました。私も戸川先生とはだいぶ長いお付き合いをしておりますので、ありがとうございます。いいね、もう長いわ。でもまあね、はい、ずっと続けられるっていうのはいいことですよ。そうですね、おかげさまで、ありがとうございます。またあの10月もこちらに来させていただきますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。ありがとう、今日はありがとうございました。はい、では最後になります。浅見遥香さんです。どうぞ。イエイ。2年ぶりに来させていただきまして。初めてだ。いや、初めてじゃないです。1年ぶりか。そうですね、6回そうだね、1年ぶりだからね。はい、本当に緊張しました。元が先生、ネロさんの不安で、この間テレビ見て、よりゴミだらけのことになっております。まあ、あれ見てファンになられてもね、まああれですけど、もう本当にね、まあでもね、ね、はい、いろんな本を読ませていただいて、ね、人生勉強していきたいと思っております。よろしくお願いします。はい、本当にもうね、はい、私なんかもね、ずっとこれでね、男が欲しい、男が欲しいって言うのに全然ね、効果ないんだよね。無理でしょうね。あずっと訴え続けてますけどね、なかなか実らないっていう悲しい現実が。悲しい現実、はい、そのうちきっと現れますから。私困るのよ、年上だったら私すぐ介護に。そうだね、で、そういうこともありますね。はい、年上はね、はい、あ、なるほど、人生わかりました。はい、そういうわけでございましてですね、本当に皆様、皆様と共に、本日も月曜シャンソンコンサートやりきることができました。本当にありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、では最後にカメラに向かって、月曜日は毎週渋谷でシャンソン、月曜シャンソンコンサート、ぜひ遊びに来てね。よろしく。では、よろしくお願いします。青い部屋ニュース、チャンネル登録はこちら。みんなよろしく。チャンネル登録してよ。